超チフス。腸チフスはサルモネラの一種である、チフス菌によって引き起こされる感染症の一種である。一般のサルモネラ感染症とは区別され、チフス性疾患と総称される。治療後も1年間ほどチフス菌を排出する場合がある。感染源は汚染された飲み水や食物などである。潜伏期間は7から14日間ほど。 衛生環境の悪い地域や発展途上国で発生して流行を起こす伝染病であり、南アジアを中心にアフリカ、東アジア、東南アジア、中南米、東欧、西欧などで世界各地で発生が見られる。日本では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行時に入類、感染症に指定されていたが、2006年、 平成18年12月8日交付の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療関する法律等の一部を改正する法律により三類感染症に変更となった。日本においてチフスと呼ばれる疾患にはもともと超チフスのことであった。現在はそれに加えてパラチフス、発信チフスが見つかっている。このうち超チ,チフスとパラチフスはもに サルモネラに属する菌種による疾患である。長らく原因病原体が分からなかったため、様々な故障で呼ばれていたが、現在は発疹チフスに統一されている。発疹チフスは、リケッチアの一種である発疹チフスリケッチアによる疾患である。これらの疾患は、症状が似ているため、発疹チフスや腸血核と同一の病気と考えられ、混乱していたが、現在は、 病原菌が全く異なる別の病気であることが分かっている。チフスという名称はもともと、チフスの時に見られる高熱による昏睡状態のことをヒポクラテスがぼんやりした煙がかかったを意味するギリシア語チフスと書き表したことによし来る。以後、発信チフスと症状がよく似た腸チフスも同じ疾患として扱われていたが、1836年に W W. ゲアハードが両者を別の疾患として扱うように提唱した。しかし、その時も W. W. ゲアハードは結局病原体を全く見つけることができず、現実は混乱に拍車をかけただけであった。それぞれの名称は、発信チフスが英語名チフス、ドイツ語名フレックチフス、超チ,チフスが英語名タイフイドフィーバー、ドイツ語名チブスとなっており、 各国語それぞれで混同が起こりやすい状況になっている。日本では近代医学でドイツ語が採用されていた背景から、これに準じた名称として、発信チフス、超チ,チフスと呼び、一般にチフスとだけ言った場合には、これにパラチフスを加えた3種類を指すか、あるいは超チ,チフスとパラチフスの2種類のことを指して、発信チフスだけを別に扱うことが多い。ただし、 英語に準じて、腸チフスをチフス熱という呼ぶことも稀にある。主に蛍光感染で、無症状病原体保有者や腸チフス発症者の大便や尿に汚染された食物、水などを通して感染する。これらは手洗いの不十分な状態での食事や、糞便にたかったハエが人の食べ物で接触活動を行ったときに、 病原体が食物に付着して摂取されることが原因である。他にも接触感染や性行為、下着で感染する、胆の保菌者の人から感染する場合が多い、ネズミの糞から感染することもある。上下水道が整備されていない発展途上国での流行が多く、特に南アジアでの感染が他地域より10倍多い。衛生環境の整った 先進諸国からの海外渡航者が感染し、自国に持ち帰るケース、輸入感染症も多く見られる。日本でも昭和初期から第二次世界大戦直後までは、超チ,チフスが年間約4万人発生していた。その後、環境衛生状態の改善によって次第に減少し、1990年代に入ってからは蝶チ,チフスパラチフスを合わせて、 年間約100例程度で推移し、そのほとんどは世界からの輸入事例で日本人の海外旅行が日常化したことにより感染が増加傾向にある。腸チフスはサルモネラの一菌型、血清型であるチフス菌の感染によって起こる。食物と共に摂取されたチフス菌は腸肝から腸管膜リンパ節に侵入してマクルファージの細胞内に感染する。 このマクルファージが、リンパ管から血液に入ることで、チフス菌は全身に移行し、筋血症を起こす。その後、チフス菌は腸管に戻り、そこで腸炎様の症状を起こすとともに、糞便中に排泄される。感染後、7から14日すると症状が徐々に出始める。腹痛や発熱、関節痛、頭痛、食欲不振、陰頭炎、からせき、 鼻血を起こす。3から4日経つと症状が重くなり、40度前後の高熱を出し、下痢、水曜瓶、血便、または便秘を起こす。バラシン様皮疹と呼ばれる腹部や胸部にピンク色の反転が現れる症状を示す。蝶チ,チフスの発熱は、軽流熱と呼ばれ、高熱が1週間から2週間も持続するのが特徴で、 そのため体力の消耗を起こし、無気力表情になる、チフスカオカたち。また、重症例では、熱性腺毛などの意識障害や難聴を起こしやすい。2週間ほど経つと、腸内出血から始まって、腸腺口を起こし、肺炎、胆脳炎、肝機能障害を伴うこともある。パラチフスもこれとほぼ同様の症状を呈するが、一般に、腸チフスと比べて軽症である。 鑑別を必要とする疾患は、パラチフス、A 型肝炎、マラリア、チクングニア熱、デング熱、筒ツツが虫病である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。